って壊れるんだよな、ほら。なっさーい、藤井葵です。ヤブラザーキッカラジョーでーす。いや、みんな大好きうまい棒。うまい棒今日は使います。はい、みんなね、一度は食べたことあると思うし、いや、その値段だったらうまい棒何本買えるよみたいに、日本ではもう単位になってるんだよ。まあでも2022年に12円に値上がりしてから、それややこしになったけどな。いや、まあ、そんなにみんな厳密にやってないでしょ。まあただうまい棒にも一つだけ欠点があります。あのうまい棒に、まさか食べる時にこぼれる。あー、日本全国のお母さんを悩ませ続けてる問題ですな。いくつになってもみんなこぼれてると思います。まだちょっと油っぽいから、もうカーペットがギトギトになるんやから拭いてもね、ティッシュで。ということで今回は、はい、うまい棒をこぼさずにうまく食べる機械を発明しました。出た、発明シリーズ。それじゃあまずは設計図作るか。はい、頭の中の設計図 3D にしました。こちらです。はい、今日はね、ここたっぷりいかないともう動画終わっちゃうから。え、そうなの。そう、今回はですね、バナナに着想を得ました。あ、そうやったんや。朝こうバナナ食べてる時に、うん、っていう、まあ、なんかバナナを食べながらうまい棒のをこぼさないように食べようと思えるのはもうなんか能力な気がするわ。あ、そこも一致するところか。そこはもう普通つながらへんよ。まああのカナエディソンとかね、あのニュートンとかね、うん、あ、もうこうやって降りてきたんだなっていう感じよ。知ってる人の名前挙げただけやろそれニュートン、リンゴの糸ね。あ、バナナ。よく違う、果物つながりとかちゃうね。果物つながった。違う違う、能力はすごいとは言ったけど、あなたは天才ではない。すごい、初めて言われた。あなたは天才ではない。わかるやろ、ドラマじゃん。尺感どうですか、引っ張れました。30分くらいはいけたんじゃないかと思うので。じゃあ行きましょうか、次。はい、これを、出力します。今回と10時間半ですね。もうなんか慣れた数字です。もうちょっとさ、この令和の時代、3D プリンターの際、世界はどうにかなんないのかな。それどうにかできたら発明王ですわ。つながんのか、葵チャンネルの50年後は。そうでしょ。無事できました。完成した。メガネをちょっとして取りに行ってる時と同じ感覚これ。あー、ブラザーからしたらね。ちょっと聞いてくださいよ。はい、今回ね、ノーミスだったんです。おお、ちょっと使い慣れてきたね。素晴らしい。 3D プリンターもこんなのばっかり作られると思ってないだろうね、この子も。まあ、もうちょっと活躍したかったかもな。かわいそうな敵だな。せーの、すごい。あ、本当にこれが一発でできたのは。この感じ、この感じで、できました、できました、できました。あー、もう、あ、早くみんなに見せたい。え、ちょっと待って、早く見せたい。これまずは、普通にね、うまい棒を食べてみて、どのくらいこぼれるかっていうのを、よし、食べよう。すげえ楽しそうやな。よし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 。いや、ラップ、口汚れるでしょ。それじゃあ、いただきます。あ、やっかな、うまいわって壊れるんだよな、ほら。今も喋ってる間にもこぼれてる。飲み込んでから喋れ。フライパンがなかったらこれが全部床に落ちてるってことだよ。僕もちっちゃい時はゴミ箱を抱えて食べさせられてたわ。ほらね、かわいそうな幼少期。どこがやねん。まあこぼれるよね。そうなんだよ。しかし砕いてたな。いや、まあまあ、アゴイバージョンの場合はちょっと歯がね、ないのもあるからね。あ、人はね、歯で噛むからね。潰してたから。で、これがそれを使うと解決すると。はい、お待たせしました、はい、楽しみですね。それでは、いただきます。口拭いてこいよ。
無理だけど弾けとんだぞ今わー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 いいでしょうじゃあ食べ続けますね。いや美味しいな。最後の一口いただきます。うん、それではうまい棒受け取りますのちょっと待ってうまい棒受け取りますっていうのうまい、そうだよ名前全然うまいこと言えてないけど知らなかった。成果はこちらです。じゃーん、うわー、おー受けてるな。やっぱりお皿大きく作ってよかった。床はちょっとです。ちょっとは落ちてんねやちょっとまあ、あんなに弾けると思わなかった。でもかなり受けられてる感じはすんな。あ、成功と言えるでしょう。まあ、さらにですね、はい、まあ、もっとね大きいかけらがお皿に乗っちゃった時に、うん、ああこれも食べたかったのにって思う人いっぱいいますよね。なるほど、受け口が吸い口がついてます。だからそっから飲むってこと。そう。ああ、でもこれ飲めてるね。でもこれでね、もうかけ玉残さずにいただきますから。で、満足満足。あ、もう葵がこれから使うわこれ。ほんまに？うまい棒食べるとき？食べるとき。そもそもうまい棒そんなに食べる？食べる食べる。ブラザーの得意な能力でビックリマンバージョンとか作られへんの？あー、あれこぼれたね。あれが大変やったからさ。こぼれたな。今振ってくれたか思ったけどさ、あれ下に振ったわけじゃないけどな振ってくれたから振ったわけじゃないけど思ったけど、あれ下にお醤油入れてさ、うん、ちくわとかさせるんじゃん。下にあのわさび醤油とかこう入れといて、ちくわちくわを刺して、わさび醤油にどうやってちくわをつけんのね。一回口で噛んだやつを下の皿に出す使えないわ、ダメだ。動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。みんなも試してみてね。試してみてね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。久々にコンポタージュ食べたと。めちゃめちゃ美味しいね。コンポタージュ一番味濃いんちゃうか。あ、そういうのもあんのかな。あ、でも明太子も濃いか。何があるんだっけな、うまい棒って。たこ焼きとか、あー、ソースカツとか、あと納豆や。なんか失敗した時を日本だよな、まだコンポタばっかりいろいろ買ってこいよ。